津毛義春幻想気候は、1998年2月20日に、立風書房から刊行された、今度を進むの随筆、気候文集。津毛義春の作品に登場する場所を実際に、訪れた、気候文からなる旧章からなる、異色の随筆集で、前編が津毛義春への熱い思いに満ちており、津げ研究者のバイブル的書籍となっている。2001年4月に、 つげよ春を旅する都会大、増歩されて、高野新造名義で、菊間文庫から刊行された。1993年頃、北東書房を主催するゴンドは、元サイトの山中淳からつげよ春に関する CD、CD ロムを制作するについて参加してほしい旨の要請を受ける。内容については一任するという話であったため、ゴンド発言の了解のもとに企画を練るが、その際に、 野田宇太郎の文学散歩を思い出し、告げ吉春漫画散歩といった内容も加える考えであった。野田宇太郎の文学散歩というのは、野田の解説のもとに、早稲田界隈、増志谷などの夏目漱石、森鴎外といった文豪ゆかりの地をめぐる一種の文学巡礼のようなものだったらしい。ゴンは1 9 5年代の学生時代に一度だけ参加している。その際に、 野田の匠が話術に文学への関心が薄かったにもかかわらず、非常に充実した気分を持つことができた。そして、CD ローム制作スタッフと告げ作品の舞台となった土地をいくつか訪れるが、最中に企画自体が理由もなく、宙に浮いてしまう。その一年後に、古本漫画専門店、マンダラケ社長である、古川松造の依頼で、帰還し、マンダラケに連載を依頼される。 即座に、杉吉春漫画散歩を思いつき、以降2年間にわたって、杉吉春幻想業のタイトルで連載する。本書に収められているのは、その8回文であるが、もっきり屋の少女の章だけは書き下ろしである。根、ね、づ式で、機関車が民家の合間から飛び出してくるシーンに描かれた太と司会、漁港近くの民家、杉吉春の作品に描かれた土地を訪れる企画であることから、 当然ながら、ひなびたとおじば、公漁村、山里、宿場、東京の下町などが中心となる。この気候群に収められた旅の中で、今度は多くの発見をする。二股渓谷の章での横屋や温泉の取材時に、す野の作品、枯れ野の,の宿の、商人宿の部屋の壁一面に描かれたのと同じ、竹林の中に、三重等が立つ図柄を横屋や温泉の部屋に、 発見してしまうという逸話がある。彼の野宿では、その宿の息子が壁画を描いたことになっているが、実際は、床や温泉の主人が描いたものであった。その隣の部屋にげは宿泊していることを、宿の主人から聞き出す。彼の野宿の酒飲みのドラ息子は、この宿の主人がモデルであったのだ。さらには、主人の風貌とタバコを持つ時代離れした手つきが、同じく告げの、 アイの釣り宿の宿の主人と同じであることを見抜く。また、岩瀬湯本温泉では、ネジ式に登場する家並みに似た光景を発見してしまう。こうして、各地で、次の原風景を次々に看破していく。ゴンドウは杖をよく知る読者に、あたかもその瞬間に立ち会うかのごとく、臨場感を与えることに成功している。有名な、ネジ式での主人公少年の乗った蒸気機関車が、 民家の間に到着する元になった、房総の不都会旅行の場所もしっかりと写真で収められている。本書は、訪問先の旅館の所在地、電話番号まで掲載され、旅行ガイドとしても機能する。さらに、次の漫画のコマやイラストをはじめ、訪れた先の土地の陰影深いモノクロ写真が数多く挿入され、告げ的世界を描いている。しかしながら、 当時ですらひなびた雰囲気を残した場所を取材した記録であるため、現在では、もはや大きく変遷を遂げている場合が多い。この書を参考に、告げ義春聖地巡礼をする者も,も多い。全208ページからなり、以下のような構成となっている。全306ページ。上記の観光本に未収録だった、漫、ま、だらけの連載文、語り下ろしの告げ義春との対談が収録されている。 ありがとうございます。